ことだと思うんですけども、今の富永先生の文章を関連して、あの春の新聞ライトの、まあ、第1版は、エスクラブ情報サービスより掲載されていまして、あれ実はかなりあの流入が高いので、まあ、あの合わせて、今回大変、まあ、新聞情報のサービスがあればしたいというところです。富永先生のご質問に関してですけど、私の、あの出雲先生と共同で作らせていただいているものに関しましては、HT1 学会とリウマチ学会の、評議員の先生と、それから診療委員会の方にかけまして、その後出来上がった成案を、リウマチ学会の教育認定施設の方に配布して、今あのフィードバックを待っているところ、それで最終案を作って、まあ、先生がおっしゃっていただいたように、その現場で使われている先生にとって、あの議員の少ないものにしたいというふうに、最終的には、まあ、今年、今年度はまあホームページでの公表かなという、これもあの出雲先生と相談してくれたいと思います。はい、ありがとうございました。今現在、福祉病院機構、新潟病院、福島先生。
ピタルアクティブバイオフィードバックカセットといって、開発者、春開発者の参加予定が、唱えているものですけれども、動作意思を反映した生体電信号によって動作補助を行うロボットスーツ春を用いると、春の介在により春と人の中枢系と末梢系の間で人体内外を経由してインタラクティブなバイオフィードバックが促され、脳神経筋系の疾患の患者の中枢系と末梢系の機能改善が促進されるという仮説です。これを春の原理から、説明しますと、まず装着者が歩こうとして足をこう振り出すわけですね。それに基づいて春が、生体電位や関節角度、あと、さまざまなセンサーから CVC 制御と CAC 制御が働いて、意図した通りのエラーのない運動現象が実現されます。それが意図した運動が成功したという感覚、ここに大事になってくるのが CIC のモードですけども、でそれがまた次のフリック適合につながって、これを繰り返すことで疲労が少なく運動学習が可能となります。で、ただこれはあくまで仮説ですので、これを証明するために、臨床試験とか治験という医療機器として認可されるためには治験が必要だということで、まずは神経筋疾患で歩行障害は高度なんだけども、脳脊髄など上位の運動ニューロンの障害がない分ではこれが確認しやすいだろうということで、 MCY3001 試験、希少性神経筋疾患の歩行不安定症に対する歩行改善効果